無限のフロンティアスーパーロボット対戦 OG サーガはバンダイナムコゲームスから発売された RPG。一世界を舞台に人間、アンドロイド、獣人といった様々な種族が登場するファンタジー RPG。バンダイナムコゲームスが展開しているロボットオンシミュレーションゲームスーパーロボット対戦 OG シリーズとキャラクターや 世界観がリンクしていることから、スーパーロボット対戦オージ g サーガの副題がついており、スーパーロボット対戦シリーズの一つに数えられている。開発は、過去に、バンプレストに所属し、同シリーズのプロデューサーを務めていたこともある、森住総一郎が所属する、モノリスソフト。また、同社が開発した、ゼノサーガや、ナムコ X カプコンに登場したキャラクターも、ゲスト出演しており、 ストーリー上では二重の相互関係が成立している。スーパーロボット対戦シリーズの特徴である派手な戦闘アニメーションにタイミングよくボタンを押すことでコンボがつながっていく対戦格闘ゲームのような要素を盛り込んだ戦闘システムを採用。その他にも精神コマンドや援護攻撃といった同シリーズのシステムがアレンジされて搭載されている。 また、任天堂の携帯ゲーム機のスーパーロボット対戦シリーズとしては初めてフルボイスとなった。戦闘が ORPG であることから飽きられないようゼリフのバリエーションが充実しているが、ボイスデータの容量がロム容量の半分を占めており、そのしわ寄せでフィールドマップは簡素なものになっている。スーパーロボット対戦 W 同様に DS の GBA スロットを利用し、 特典アイテムを獲得できる要素もある。2010年2月25日には、本作の続編となる、無限のフロンティアエクシード、スーパーロボット対戦 OG サーガが発売された。様々な世界が、クロスゲートと呼ばれる門によって繋がれた、異世界、エンドレスフロンティアでは、近年ミルトカイル石と呼ばれる謎の結晶が、世界各地に現れる、怪現象が発生していた。 賞金稼ぎのハーケン・ブローニングは、部下のアンドロイド・アシェン・ブレーデルや、和の国の皇族、クスノキマイ・カミオルとそのお目付け役の鈴花姫と共に、この怪現象の調査に乗り出した。道中、エンドレス・フロンティア以外の世界からやってきたというアリス、レイジ、ショーム、コスモスなどを味方につけた一行は、ミルト海類史、ヒいてはエンドレス・フロンティアの秘密に迫っていく。 OG シリーズに登場する人物やメカに加えて、童話やおとぎ話をモチーフにしている。コスモス、レイジ、ショームは、河野幸子による、リファインイラストが公開された。ハーケン、アシェン、カルディアの正体については、シャドウミラー、バール・シャイン・リヒカイトの正体については、アインストを参照。ザイクロコディール・カミラク・テン・ゲンエル・フェテール・オルケストル、アーミー・フォルミッド・ヘーム特殊部隊。 10年戦争以前からエーゼルグラナータを隊長とし非常に大きな勢力を誇っていたが戦乱末期激戦で壊滅。現状のオルケストルアーミーはエーゼルが残りのメンバーを再編成したもので未だに人手不足らしい。共通して使われる専用 BGM はオーケストラアーミー。モチーフはオーケストラでメンバーはブレーメンの音楽隊から来ている。 所属人物、綺令な海賊団に世界からの訪問者そのただの作品と違い、機体の全高は3メートル程度。次元定義に失敗し、エンドレスフロンティアに墜落した戦艦、ネバーランドに残されていたデータを解析し、フォルミッドヘームの技術によってダウンサイジングされ、製造された、機動兵器。 元のパーソナルトルーパーとは異なり、登場者を必要とせず自立稼働している。3期のパーソナルトルーパーはゲームが進むと仲間になり、援護攻撃や特殊技を使用することで呼び出し可能。複数のパーソナルトルーパーが仲間になっている状態で援護に呼び出した場合、同行している機体のうちどれか一体がランダムで登場する。パーソナルトルーパーの強さは、ハーケンの強さに準じる。 カミラークテンハラの四季一族に伝わる戦闘用のカラクリである。初回限定特典として本作の一部 BGM と本作のプロローグにあたるサウンドドラマが収録された CD が付属している。ありがとうございます。